何やって焼き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 そばじゃね焼きそばじゃねもうこれで王来たらもう焼きそばでいくわ焼きそばよーし焼きそばだ焼きそば焼きつそう宇都宮焼きそばだっけ静岡県民のくせにうろ覚え。え、これは謎解きなんですか。本当に。まあでもさ、そうね。せっかく静岡なんで評価すると、え、宇都宮焼きそばじゃない。宇都宮違う場所じゃん。あれってどこ？何これ？富士宮焼きそば。知らん。知らん。静岡ですかそれ。静岡が焼きそばが有名というのは知ってるんですけど、いやちょっとあれなんですよ、私静岡県静岡市出身で、あの静岡へ住んでたんですけどね、出身ですけどね、静岡県の静岡って場所、まあ、真ん中なんだけど、マジなんもないの。静岡駅があるぐらいで、 B 級グルメ的なのも他に取られてて、餃子とかねあるじゃん、餃子、あとうなぎとか、うなぎもさ浜松でしょ、で他の有名なものもさ、なんか大体音楽とかも浜松だしさ、ちびまる子ちゃんの清水って場所、簡単に言うとね静岡広いんだよ、クソ広いの、クソ広いから行ったことない場所多くて、もし静岡エアクと言われても仕方がない、すまん、富士宮焼きそばの焼きそばです。評価するのはここで、桜エビ漁から全部文字拾って、あの焼きそばと売れるが拾えるのは一つ素晴らしい、素晴らしいが、しかしこの形が謎解きかと言われるとキャピは何とも言えないが、あの素晴らしい、まあ、こういうのアナグラム、言葉を並び替えて言葉を作る、何でも素晴らしいと思う。何最下位、そんなこと言わないでよ、静岡は素晴らしいんだから。ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとう。